大石智義は、徳島県天郡市市四位町出身の元プロ、野球選手、コーチ。登録名を、大石智義としている。徳島県立海南高等学校では、小崎武夫とバッテリーを組み、1971年、春季徳島大会で優勝するが、代表決定戦で、徳島賞に敗れ、四国大会には進めなかった。同年夏も、 県予選準々決勝で池田高に敗れ甲子園には出場できなかった。他の高校同期に北川雄二セントラルリーグ審判の谷博士がいた。卒業後は北川と共に神奈川大学へ進学。神奈川五大学野球リーグでは在学中5度優勝。ベストナイン1回。大学卒業後は河合学期に入社。 1979年の都市大抗では、大昭和製紙に補強され、後に、プロで同僚となるエース杉本忠だらを要し、準々決勝に進むが、日産自動車に赤敗。しかしこの試合では、名取和彦から本塁打を放っている。1979年のドラフトサニーで、西武ライオンズに入団。1年目の1980年から早くも、首脳陣に期待され、 徹底的に鍛えられた。4月5日の日本ハムとの開幕戦で、新人ながら、いきなり8番、保守で、先発起用され、プロ入り初出場を果たした。この開幕戦では、開幕投手の東を治が高騰するも、打撃の援護がないまま延長10回裏に1から2の、サヨナラ負けを喫したが、大石が試合終了までマスクを被り続けた。 同10日の南海戦で山内新一からにルイダーを放ち、プロ入り初安打を記録。その後は田淵光一が指名打者に回ったこともあって、吉本博野村克也とレギュラーを争うが、そんな中で東尾が先発する試合だけは多いしが、先発保守で起用され、東尾が、 先発登板した三十三試合中二十八試合で、大石が先発マスクをかぶった。その結果、先発保守が大石であった試合の東尾は、十六勝九敗という、好成績を収めている。七月以降のシーズン後半は、松沼広久、正幸兄弟や森重和ら若手投手陣が、先発時に、大石が先発で起用される回数が増え、最終的に、 プロ1年目から保守として75試合に出場し、経験を積むことができた。2年目の1981年には、正保守の座を獲得し、3年目の1982年は、リーグ優勝、日本一に貢献。しかし、シーズン後半には、同年南海より移籍してきたベテランの黒田正宏が、台頭、同年の中日との日本シリーズは、主として黒田が、 先発出場したため、大石は、後半2試合の先発にとどまり、出場機会は少なかった。1983年は、黒田、伊藤つとむと併用される形となり、2年連続リーグ、優勝、日本一を果たすが、巨人との日本シリーズでは控えに回る。1984年からは伊藤が定位置を獲得し、1985年、キャンプイン直前に、 田尾康氏との交換トレードで、杉本忠氏と共に、中日へ移籍。中日移籍後は、中尾高吉、中村武氏の控えとして活躍し、1987年8月9日の巨人戦では、高卒新人、近藤新一の一軍初登板のヒットノーラインを、サポート。1988年には、勝ち試合で、 リリーフエースの各源氏とバッテリーを組む、リリーフキャッチャーとして、リーグ優勝に貢献。同年の古巣、西武との日本シリーズでも、小野和幸が先発した第一戦と、第五戦の2試合に先発マスクをかぶるが、いずれも敗戦し、打撃の方でも3打数0安打で、終わり1勝4敗で敗退。1991年限りで現役を引退。 引退後は中日に残って一軍バッテリーコーチ補佐に就任したが、12年ぶりの再会に終わった。1993年から1994年まで二軍バッテリーコーチを務めて退任し、1995年には一軍バッテリーコーチとして古巣西部に復帰。1996年は一軍総合コーチを務めたが、 62勝64敗4分に終わり、球団としては1980年以来16年ぶりの負け越しに終わった。1997年に再び一軍バッテリーコーチを務めていたが、同年オフにプロ野球脱税事件に関与していたことが発覚し、解任された。1999年には一軍バッテリーコーチとして現場復帰し、 2000年は2軍監督兼バッテリーコーチ、2001年には再び1軍バッテリーコーチを務めた。対談後は大英、ソフトバンク1軍バッテリーコーチを務めたが、2005年オフに、ジョージ・マケンジが抜けた以降3年間正保守を固定できなかったり、盗塁阻止率もリーグ最低記録を残すなど、指導力を問われかねない事態に陥った。 12年ぶりの再会となった2008年限りで、解任となり、同年オフ、退団した、ヘッドコーチ黒江幸信の後任として、西部一軍チーフコーチに就任。8年ぶりに、西部に復帰したが、前年のリーグ優勝、日本一から一転して4位に低迷し、2010年は、一軍バッテリーチーフコーチを務めたが解雇された。 2011年からは、大石智義名義で、J スポーツ解説者を務め、5月4日の西部、ロッテ戦で解説者デビューした。2012年からは、中日時代の恩師である、星野千一が監督である東北楽天ゴールデンイーグルス2軍バッテリーコーチに就任。2016年からは2軍ヘッドコーチを務めていたが、2018年10月5日に、 来期の契約をしないことを通知された。大石会人後、二軍ヘッドコーチというコーチ職は廃止された。2019年より、元広島の高橋義彦と共に、情勢大学附属上最高等学校の特別コーチに就任。ありがとうございます。